はい、今回は、慶応大学の南澤先生にお越しいただきまして、先生の、研究についてお伺いさせていただきます。今回このエンターテインメントの未来というブースを作るにあたって、次のエンターテインメントというところでこの身体ということを考えています。まあ、今のゲーム業界で VR もものすごく来ていますけれども、その先にこう目で見るっていうだけじゃなくて体全体で入り込む、その世界に入り込んでいくという時に、まあ、触覚も含めてなんですけれども、触覚だけじゃなくて体の動きとか運動とか認識とかそういったものも含めた身体感覚っていうのをどういうふうに作り上げていくかっていうところが大事になるかなと思って、まあ、こういった触覚、全身触覚のスーツだったり、あとは触覚をいかに作り出すか、あるいはそれをコントローラーとかでどうデザインしていくかっていうところと、あとは人間の身体をどういうふうにこう 3D 映像にして変換していくかっていうブースだったり、あとはそのロボットを使って人間の全身そのものを遠くの世界に飛ばすことができないかって、そういったブースを今回出展しています。はい、レズインフィニットのシネシタジアスーツが、まあ、この全身触覚手術の最初だったんですけれども、それも向こうで出展しておりますが、あれで分かったのはそのやっぱり全身の触覚みたいなものを与えられることによって本当に自分自身がその世界に入り込んだ、あるいはもう現実からこう離れてそっちの世界に入っちゃったような感覚っていうのは作り出すことが分かりました。で、今度はそういった感覚を含めてどうデザインしていくか、まあ、その今映像をデザインしたりとかサウンドデザインとかしたりして、まあ、そのゲームの世界観を作っていくわけですけれども、触覚をじゃあどうデザインしていくかってことが非常に大事になってきて、だんだんこうテクノロジーの話からコンテンツクリエーションの話に移っているのかなというふうに感じています。はい、VR 今もまずはエンターテインメントからビジネスになり始めてますけど、本当に旅行だったりとか、あるいはこう高齢の方だったり、あるいは子どもたちのためだったり、まあ、いろんな社会のいろんなところに VR っていうのが浸透していくのかなと思います。で、だんだんその昔インターネットっていうのがインターネットだけで新しかった時代が、今それが当たり前になったのと同じように VR っていうのもVR であること自体が新しいというよりは、それがどういうふうにこうむしろ VR で呼ばれなくなっていく、どんどんこう社会の中に浸透していくっていうのがこれから の VR で目指していくべき方向性なのかなと思います。なのでもうあらゆる場所において自分の体験とか人の体験とかがこうつながり合って新しい体験がどんどん作られていくような、そういった未来において VR っていうのがこう浸透していく形になればいいかなと思います。ありがとうございました。はい。